ご来店ありがとうございます。皆さんこんばんは。新宿2丁目アニソンバーエメグリーヌママのゆいでございます。皆さんどう過ごしてございますでしょうか。というわけで本日も始まりましたエメグリ放送局でございます。こちらの番組はですね、芸にまつわる映画やドラマとか、あとアニメとかアニソンアーティストとか、ゲームとかいろんなことを、お話ししていくチャンネルでございます。チャンネルじゃない、あのコーナーでございますなんでこれいつも間違えるんだろうね。というわけでですね、今回はですね、ちょっと、久々にフリートークをしていきたいと思います。ネタがないわけじゃないんですけども、ここ最近ですね、ゆっくりね、なんか自分のこともお話ししてなかったなっていうこともありまして、まあ、私のことなんか別に知りたくないかなって思ってる人もいるかと思いますけど、なんか自由に今日はお話をしていきたいなと思います。はい、というわけで、ここ最近ですね、私がもう特にハマっているのが、まあ今年は、まあね、毎年ちょっと YouTube のことを一応いろいろ考えて、まあ何のためにやってるんだろう、どうしたらね、再生回数が伸びるんだろうとかっていろんなことを考えながら一応やってはいるんですけども、試行錯誤の連続ですよね。で、まあ今年はね、なんか軸を、まあ旅行とか、まあ、もっぱん、ちょっと待って。頭がこんがらがってる。去年はさ、ほら、もっぱんを中心にいろいろやってたんですけども、今年は、いろいろ企画を考えて、もっぱんはちょっとまあ、月1ぐらいにして、あと旅行の動画を撮ってるのと、あとあれですね、エメグリ放送局も、ちゃんと一つのテーマを、お店に沿った内容にしようかなっていうことで、まあ、例えばゲイとかさ、アニメとか、ゲームとかね、そういう、ちゃんとお店に沿った内容にしていこうかなっていうことを、心がけてやってるんですけども、一つね、テーマを決めて、やるのは全然いいんですけど、去年みたいなちょっとラフさではないんですよね。なんか、例えば、早々のフリーレンを紹介します、みたいな感じでやると、なんかそれに対して、しっかり、説明しなきゃとかさ、そういう義務感に駆られて、なんか、エメグリ放送局の、なんか例えばこのラジオのさ、良さじゃないけど、なんかちょっと堅苦しいラジオになってるんじゃないかなって、ちょっと思ってるはいるんですよね。なんか、まあ、自分のこと自己分析するわけではないですけど、なんか、ちょっとしたラフさがいいんじゃないかなってちょっと思ってはいるんですけど、この自由にね、ラジオなんだから話してさ、ペラ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 さ、なんかわけのわかんないことを喋ってるラジオの方がいいんじゃないかなってちょっと思ったりとかもするための、ちょっと息抜きな今日はフリートークをしていきたいなと思ってます。なんかすごい言い訳をタラタラ言ってたような感じもしますけども。まあ、とにかくね、ここ最近あったこととかも、いろいろ思ってることとかをいろいろ話をしていこうかなと思ってるんですけども、私ね、まあ、とにかく今年その旅行の動画を撮るために旅行を月1行ってるんですけども、いや、これもね、もう本当に何かの動画で多分言ったと思うんですけど、まあ、ママになってね、今年の8月で7年目になるんですけれども、まあ、ママになった当初から、お店頑張ってね、頑張って働いて、その、なんつうの、見返りじゃないけど、見返りって言ったらなんか変だね、ご褒美じゃないけど、ご褒美でね、旅行いっぱい行きたいって多分最初の頃すごい言ってたんですよ。で、全然実現できなくて、まあ、例えば、節目節目に、例えば、私だったら1月と8月に大きな、1月は私のバースデーがあって、8月に、周年があるっていう大きなイベントみたいなのがあるんですけども、まあ、そこを境目に、まあ、例えば1月終わって2月か3月ぐらいゆっくりになったら、どっか行こうかな、みたいな。例えば8月だったら、8月終わったら9月、10月ぐらいでどっか行こうかな、みたいなのを思い描きながら、過ごしてたら、まあ、ありがたいことにね、ダンスのお仕事とか、外部の仕事とかが結構、
あって、あー行けなかったわ、結局行けなかったわって、結局この後回しにしてて6年ぐらい経っちゃったんですよ。まあでもそれもありがたいことですよ、本当に。休む暇がなく、イベント出たりとかね、毎日お仕事してとかっていうのをずっと繰り返してきたので、で今ね、水木休ませていただいてるんですけども、その週2のお休みもなかったのでね、昔は。6年間ぐらいは収録で基本働いてたので、なんて言ったらいいんだろう、まあ、責任感がどっちかしたら、弱い方じゃないので、強い方なので、お店行かなきゃみたいな、感じの6年間をずっと過ごしてて、やっとですよ、なんかちょっとゆっくり、行動、自分の時間が取れるようになったというか。で、今年はまあ YouTube の企画で、まあそういえば旅行を本当に、まあ、下手したら月1行きたいなって前は本当に思ってたんですよ。まあできたらの話なんですけどね。で、今年はまあ企画として、その映像を撮って Vlog にすればいいじゃんって思って、まあウィンウィンですよね、自分にとっては。旅行も行けるし、動画もね、ついでに動画も撮れて、YouTube の1個動画のコンテンツとしてさ、届けることができるので、私的にはウィンウィンなので、とりあえずやってみようかな、みたいな軽い感じで今年、旅行行き始めたんですけど、まあ、犬がいるのでね、基本、国内の時は、日帰りなんですけれども、でもそれでもね、なんか、思ってた以上に、心が軽やかになるというか、満足感の方が強くて、で、なんか、私、物事をね、なんか始める前に結構心配しちゃうタイプなんですよ。まあ、例えば、お休みね、2日間今はありますけど、2日間、例えば、外に出かけて、わざわざどっかに行って、すごい疲れちゃうんじゃないかな、みたいな、逆にね、お休みの日なのに。でも、それを結構危惧してたんですけども、思った以上に、例えば、まあ、確かに疲れますよ。いろんなとこ歩き回ったりとかして、動画も撮ったりとかして、いろいろやるはやるんですけど、まあ、結構必死になって動画も撮ったりとかもしてるんですけども、なんか意外とね、満足度の方が高くて、あとなんかやっぱり知らない土地をね、歩いてるだけでもリフレッシュになるんだなって思ったんですよ。だから、すごく、今旅行が楽しくて、で、この間、本当に満を持して、海外にも行ったんですけども、まあ、韓国ですね。私、基本、例えば、今度、まあ、例えば、YouTube のネタにするので、どこどこ行きました、みたいなことを、X とか、Instagram とかで、報告はあんましてなかったんですけども、今回は、まあ、海外っていうことでね、まあ、なんとなく報告しようかな、みたいな。っていうのも、何日もね、ちょっと日本を開けるので、で、お店も開けるので、これは結局バレるし、後でバレてもなんかめんどくさいかなと思って、今回はわざわざ告知をしたんですけども、まあ、韓国久々の海外ですよ。しかも初めての韓国だったので、もうね、もうめちゃくちゃ楽しくて、本当に楽しかった。で、今回、前動画にも出ていただいた、ニューハオの森月美優ちゃんと、あと、中野のガオーっていうお店があります。そこのダンサーの女の子二人と行ったんですけども、いやーまあ、本当に面白く楽しかったですよ。もう気使わないようなメンバーですし、まあ、半分以上がね、初めての韓国だったので、みんなドギマギしながら行きましたけども、まあ、私は結構、先ほども言いましたけども、結構、何かをやる前にすごく不安になるタイプなので、信じられないぐらい YouTube で勉強をしてから行きました。こういうことはやっちゃいけないんだとか、こういうのがお得なのね、みたいなのを結構、下調べしてから、挑んだんですけども、まあ、見事に、それがね、叶いましたとかおかしいけど、理にかなった感じで、よかった。本当に前情報を調べるのって結構大事かもしれないですね。しかも海外だしね、しかも。日本だったら例えば、もし何かトラブルに巻き込まれたらどうにかなるかもしれないじゃないですか。まあ、警察に行けばいいとか、まあ、いろいろ、考える余地はあるかもしれないけど、海外となるとね、
言葉の壁もあるし、どこに何があるかも分かんないしみたいな、ねえ、周りにいる人たちも海外の人だしね、日本人じゃあるまいしみたいな、いやまあだからそういう不安がすごくあったんですけども、まあやっぱりね、あの飛び込まなきゃダメなこともありますよね。なんかいやでもとにかく本当に楽しかった。もうここ最近ね、もう毎日言ってますよ、もう韓国に行きたい、韓国に戻りたいってずっと言ってる戻りたいはちょっと、ま、あの違う日本語じゃないってあのお客さんに言われましたけどあもう本当に楽しかった。なんかすごい旅行欲がものすごく高まりましたね。でまあ行ったことないね、例えばベトナムとかフィリピンとか、あの結構私アジアの方に興味が注がれるタイプなので、行ってみたい国が結構アジア系が多いんですけど、でタイのね BL もこんだけ大好きで、まあタイが多分一番行ったことある国なんですけれども、8回ぐらい多分行ったことあるのかな。でタイもでもそんな好きなのに10年以上行ってないので、もうこれはもうね、この旅行欲をね満たすためにね、あのタイもベトナムもマレーシアも全部行きたいと思いますまあ今年中にそれ全部行けるかどうかはわからないけど、あとねやっぱ韓国も一回行って下調べして行って、あの2泊3日過ごしたので、もうちょろちょろいろいろ覚えたので、一人でも行けるかなみたいな感じで、なんか一人旅行も多分悪くない。私のね結構目標があって、今回はあの4人で行きましたけど、あの一人で海外旅行をしてみたいっていうのがすごくずっと思ってるんですよ。でもなかなか勇気がなくてね。でもなんかあの行ったことある国だったら一人でも行けるかも。なんかファーストタイムはやっぱり何人かで行った方が心強いかもしんないけど、韓国とかはもう一人で行けるかも。でタイも行ったことないけど何回も行ったことあるんで、一応ね、まあ、10年前ですけど、まあ一人でも多分行けるから、タイか韓国か、まあ台湾も行ったことあるので、台湾もでもそれのどれかでちょっとどっか一人旅行をチャレンジしてみようかなって、それをもうな今年中にちょっとどっか行ってみようかなって思ってます。いやね、私ここ最近本当にその旅行欲にすごくかき立てられて、まあその分ね、仕事頑張ろうみたいな感じの意欲にもなりますし、でもこれってすごくいい効果な気がするんですよね。いや、皆さんもね、旅行いいですよ。なんかたまにはリフレッシュした方がいいかもしれないですね。なんかいろんな嫌なこととかも、海外に行くこと、海外じゃなくてもね、綺麗な景色見たりとか、散歩するだけでも全然ちょっと心が洗浄されるというか、すごくいいことだと思いますので、旅行すごくおすすめです。っていうわけでね、フリートークしておるわけですけれども、早いね、もうやっぱりフリートークの方が時間経つのが早いかも。もう13分も喋ってるのね。そうで、相変わらずもう5ヶ月ね、こと2024年5ヶ月経ったんですけど、まだね、彼氏ができる気配がありませんいやまあ行動してないっていうのもちょっとあるかもしんないけど、いや今年はねさすがに欲しいね。ちょっと心底メラメラしてますよ。そこは一応今年こそはみたいな、今年こそはみたいな、本当に奥底でメラメラはしてるんですけど、なかなかね私一人ではできないことなのでね、恋愛はなかなかね、いいなって思う人が現れないのと、私がまず行動してないのも良くないよね。諦めてはないですよ、全然。なんか私、欲しいって言ってる割には行動してないよねってよく言われるんですけど、まあ確かにその通りと思いながら、あと本当は欲しくないんじゃないっても言われる。なんか、深層心理じゃないけど、本当に。人にはよくそう言われるな。なんだかんで言って別に欲してないんだよ、みたいな。なんかでもそれもなんか言われて、そんなことないっていう力強く言えない感じもあるんだよねなんかほんのりわかるわっていう気持ちもあるんですけども、今年は絶対に彼氏を作りたいと思いますここに宣言しますみたいなまあ毎年言ってる気がするけどね、これはまた言ってるのかよって感じだけど、
いやーねー、そろそろ欲しいよねー。で、彼氏ができて、その彼氏と一緒にね、旅行するのも全然ありだし、まあ、旅行好きな彼氏を作ればいいのかな。なんかその、なんか、条件作るとなんかめんどくさくなりそうな気がするけど。まあでもなんかそういうなんかちょっとした、ね、なんか私すべての趣味が合う彼氏が欲しいなって全然思ってないんだけど、何かしらをね、共有、一個でも共有できる、高められるような、あの彼氏ができたらいいなとは思ってますけども、いやー誰かね、ママこの人どうとかさ、紹介してくれる人とかいないのかしら。本当にもう本当にバカにしやがって。みんなだからバカにはしてないか。いやもう本当になんかもう何かありましたら、あのご一報ください。私にいい人がいるよとかね、ママこういう人好きだった言ってなかったとかさ、そういうのね、あの私に教えてください。まあこんな感じでね、1ヶ月に1回たまにフリートークもありなんじゃないかな。なんか毎回ちょっと堅苦しい内容になってしまっているんじゃないかっていうあの危機感を覚えて、ちょっと今回はフリートークにしてみましたけども、どちらがいいか、コメントも書いてください。毎回フリートークもでもちょっと辛いかもしれないな、結局私も。はい、まあそんな感じで今日は、旅行欲が高まったママと、ね、今年こそは彼氏を作るぞっていう意気込むママを、お披露目できたんじゃないでしょうか。はい、というわけで今日は終わりたいと思います。高評価、チャンネル登録、いろいろよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら。